ウォルト・ディズニー・カンパニー、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ・上海、ディズニー・リゾート上海ディズニー・リゾートは、中華人民共和国、上海市保東新区にあるリゾート施設群。上海ディズニーランド等の施設を含み、世界で3番目に大きなディズニー・リゾート施設群である。中華人民共和国全体については2番目のディズニー・リゾートであるが、中国大陸としては、 初のディズニーリゾート。中国本土で初のディズニーリゾートである。世界では6番目のディズニーリゾートで、同じ中国の香港ディズニーランドリゾートのオープンの11年後である2016年6月16日にオープンした。リゾートの総面積は410ヘクタールで、これはアメリカのウォルトディズニーワールドリゾートとフランスのディズニーランドパリに次ぐ3番目に、 大きなディズニーリゾートである。所有者は、ウォルト・ディズニー・カンパニーと、上海新進む有限公司上海新進む有限公司という会社の名前は、サル進む、集団、有限公司を組み合わせた中国語の造語である。上海新進む有限公司は、上海ディズニーランド及び、リゾート全体を運営するために、上海市政府が創設した会社である。 上海市政府がこの会社の57%、ディズニーが43%の株を持つ。上海ディズニーランドが2016年開園から2017年6月まで、来場者数は1100万人となり、目標より1割上回った。上海ディズニーリゾートは一つのディズニーパーク、二つのディズニーホテル、商業施設から構成される。ありがとうございます。